と予定してた時間とだ、ね、だいぶ遅れてしまったんですけど、でもなんとかできました。ありがとうございました。オンライン話し会、今日はね、あのアミアヤオソロということでね、はい、アミアヤとお揃いの服をコーデかな、てかそのギャルでしたね今日は。まだちょっと全然そのこのままやけど、またちょっと TikTok もアミヤと撮ったし、ああいうのも撮ったし、写真もまた載せます。はい、アミも4部がね、アミ4部なんであれなんですけど、明日は、あゆみが1部と4部です。はい、明日もよろしくお願いしますということ でオンラインね、ちょっと服装が上しか映らへんから分かりにくいけど、まあ、あのもまめでは全身もねアップするので、送るので写真をぜひ見ていただければ。ギャルがさ、マジ久しぶりにギャルしたかもギャルっていうか、本当はねちょっとなんかああいうそのなんだっけ、あ、ネイルチップや、ネイルチップとかしようと思ってたんやけど、そのまあ制服やしね、まあいいかってことで、なんか制服やからそのこれ、まあ、エクステをつけたとしてもネイルチップはさすがに学生っぽくないかなってことでね、アミュとねお揃いの色は違うけど場所もお揃いのエクステをつけました。ギャル店長、全然店長は全然、今日でもリュウピもね今日ギャルでびっくりした可愛かったマジでやばいって感じ。そう、今日だから今日ギャルいっぱいやったよてんちゃんもね、もうそのもう普段がギャルやし、リュウピもあやもみんなギャルやったから、どうなのまあ、てんちゃんはいつも通りやろ、てんちゃんいつも通りで、アミアヤはまあお揃いでやって、リオピもコーデでやってたから、まあ流行ってはいるのが、今川方の話聞いてきて、いってらっしゃい、いってらっしゃいです。指がちょっと、暑いねこの部屋、クーラーないからさ、この部屋は、部屋っていうかこの場所、大阪はね今あれもうだいぶ晴れてる、晴れてはない、嘘ついた、雨は上がりました。ナンバーはね、この劇場付近はもう雨上がってます。さっき さっきというか嘘つき、嘘ついた、 めっちゃだ、まあ、雨は止みましたね、朝降ってたけど、土砂降りで雷やばいねそれはね、場所によってはね、まあ、多分おひあのね、ナンバーも多分あの一時的な闇やと思う、まだ降りそうな予感はしてる、降りそうな感じはしてる。明日の4分に初めて参加しますのでよろしくお願いします。お願いします。
レオちゃんにアメちゃんが昨日が先に呼びたいって言ったって伝えたら、卒業してもいつでも行くから呼んでって言ってたよ。もうすぐ呼ぼう、もういっぱい呼ぼう。あ、確かにね、オンライン無事にできましたね。まあ明日はもう絶対大丈夫でしょうという、一番ね予想されてたのは今日やから。そうだね、大阪なんか台風がね、確かにね、すごい形、すごい回り方を、動き方をしてるね。なんかでも昨日ニュース見たんやけど、なんかその偏西風が上の方で吹いとうから、北海道かの方で吹いてるから、なんか台風が移動できひんみたいな、下の方のまんま移動して、なんかあんまり移動できてないからめちゃくちゃ遅れたらしいし、走られたら仕事で、雨なら休みで お話し会参加できます。おお、わお、どっちでしょうね。でも雨はしばらく続きそうですね。ね、温泉巡りリラックスしたもん。消えたかもしらんもん。ああって言って、ただの風になったかもしらん。予測不能の動きしてるね。ね、だからこそさ、怖いよね。急に来るかもしらへんから。明日足がくらいに台風いるみたい。ナンバーパークスシネマであの子は誰、あ、絶叫上映見てきたん。いいね、絶叫上映はね行けてないのよね。ただいま、めちゃな、待って、はい、やびっくりした。はやおかえりなさい。一瞬で戻ってきたね、ありがとうございます。友達この前ね、その2回目、あの子は誰、2回目行った友達がこの前あやみが2回目やったんよ、そのあの子あたり。でもその子は1回目で初めて見る映画で、この前2回目見てきたって言ってて、その子もハマっててびっくりした。もう嬉しいよね。でもそれは、あ、この前2回目見てきたでって言われてびっくりした。まさか2回目も行くと思う。でももう3回目行きたいなって思ってるぐらいやけど。絶叫上映いいな。でさなちゃんがおるってことやろ。わあ、よしみんな絶叫上映行ってて、ああなんか見たね、見たねじゃない、見たわ。なんか知ってる、いいないいな、絶叫上映いいな。ザ・ジュークトップス、 やばいよね、あの子は誰、バリヒットしてる。もうびっくりしたもん。さあちゃんから明日頑張りました。いいな、かわいいよ。さあちゃんなんかかわいいねんな。そのあのさ、あの子は誰の TikTok あるやんか、そのアカウント、それ見てるともうさなちゃんがもうかわいくて、そのさ、あのキャラクターとしてのね、そのまあ演じてる方はもう可愛い、演じてる方も可愛いんやけど、そのさなちゃんの TikTok でのなんかが可愛くて。会いたい。オンラインお話し会帰りでした、ありがとうございました。水曜日のバチバチ面白かったです、最前列でした。おえー、すごっ。ありがとうございます。さあちゃんに指ハートしたけど塩対応されて、わーかわいい。
クアダーレ通常版2回、絶叫上位2回。そんな2回も行ったよ、絶叫上位。すごっ、高政とマスオさん連番でした。連番やったかな。でも近かったの覚えてる。まあでも近かったですね、高松さんと。 TikTok のルイティにゴマちゃん映ってた。ゴマちゃんも映ってたし、一番最初のあのあやみが起き上がったところ、なまり起き上がったところにはマメかな、多分マメ映ってた。麦ちゃんは不参加でした。絶叫上演の1回目でさーちゃん、1回目でさーちゃんスルーされたので、今回は、リベンジか。なるほど。まあ、あんないっぱいお客さん入れたらね。絶叫上演って何ですか？あのね、いる、ホラー、あの子は誰の、あれ出てくるさなちゃんっていう、まあ、怖いホラーの、その子が、客席に来るんですよ。上映中に。映画中に来て驚かすっていうやつです。女優になりたいけどホラー超苦手な子はホラー主役に現れたら悩むかな。どうなんやろ。確かに。でもそのホラーの子、ホラーのことを、どうなんやろ、その演技として作り物としてやるなら、まあ作れるものとして認識思い込んでやるならまだマシにはないです。あやみたちってそのホラー映画として見てるから。怖いけど、怖いんかな、渚さん怖かったんかな。ヨちゃんに座ってたら猫ちゃんくるくる回りながら尻尾当てて、あ、わかる、なんかスイスイしながら尻尾もなんかブンブン回してるから、回してるっていうかいっぱいペチペチしてるから。ハミタンがポップコーン飛ばしたとこなんとなくわかる。マジわかった、マジめっちゃ最初の方。結構暗い場所で撮影、確かに暗いもんな、全体的にホラー映画って。あの子は誰かはまだ明るいとこ多かったな。人間が怖くしてくる、人間が怖いを、人間の怖いが迫ってくるから、人間が迫ってくるからさ、お化けとかやったらさ結構なんか暗いシーン多いやんか。通路の前の席、おすすめですよ。お後ろから覗き込まれる、すごい、絶対おもろい、怖いけどおもろそう。ホラー映画って怖いところ探しながら見ちゃいます。あ、確かに分かるかも。さなちゃんのお母さん役の人演技が、そう、さなちゃんのお母さん役の人めっちゃすごかった。なんかお父さんもすごかった。学校のシーンはまだお昼間ばっかだったか。そうやな、もう学校のシーンがだいたい昼ってか、もう学校のシーン全部昼やった気がする。もうほぼなんかあんま夜のシーン出てこへんかったよね。なんか夜ってか、夜のシーンで外で、夜でも外で怖いとこがあんまなかったから、だいたい学校で怖かったり、なんか室内の暗いとことかやったから。
あやみちゃん、あやみちゃんがポップコーンと、あやみちゃんじゃないです、あみちゃんです。あみが、はい、あみちゃんはそそこですね。夜ね、学校行ってる人、あの確かに、あみちゃんじゃなくてあみちゃんがポップコーンをこぼしました。なんか誰、まだまだ三上映中じゃん。そう、見に行きたいね、そう、絶叫上映見に行きたいねんけどさ、なんかその日程とか場所とか結構あるやんか、むずいなって思って。ポップコーンご注意くださいって公式がポストして、え、そうやねん、結構な、あの飛ばしてる人多いらしくて、 TikTok でもめっちゃ見かけたねん、あのこぼし、あのなんかその行った方が TikTok 上げてる、 TikTok とかでそのなんかあの子は誰、上映後の様子みたいな感じでポップコーン散らばってる余暇がめっちゃ。だから結構いろんな人がこぼしちゃってるらしい。そんぐらい怖いってことよね。なんか自分怖くてもさ、なんか これで終わっちゃうねん、もうこの状況で見てる状態で、なんか内面なんやろ、心で怖ってなるだけで、あとはたまにスッてなったりするだけ、こうめっちゃ怖いやつ見るときとかは。上映中じゃ、上映中じゃなくて終わって立ち上がろうとしたらポップコーン。でも終わってからならまだちょっと少ないね。あみたちマジ上映さして何、始まってすぐなったから量がもうびっくりした。あもうなんかそれにちょっとしばらくつぼってた。体が固まるっていうか、なんか体に出えへんねん、こうなんか怖いが、そうなんかこの状態で、あーこう、あ怖あってなっちゃうだけ。その映画とかはナンバーバックスシネマなら、え、明日もできるやろ、え、明日もあるんや。明日でも1部と4部あるからね。うん、ごめん、しじみったみたいになってきてる。どうやろう、でも飲み物な、確かに。その自分が持ってきたさ、ペットボトルとかやったらありえるかもやけど、映画館乗って大体蓋してるから、あんまりなんかこぼしてるのは見えひんね。ポップコーンってもう、飛びやすい、ポップって言っちゃってるぐらいも飛びやすいからさ。USJ ガラガラし、あーもう台風とかなんかな、今台風あるからかな、今確かに雨やしね。でも一旦めっちゃ空いてる時行ってみたいねんな。唯一あやみが行って空いてた時は、その年パス取りに行った時って除外日でも行けるんですよ、あの年パス使って。その時あやみがちょうど年パス取りに行った時が除外日の日やって、年パスがだからその日めっちゃ空いてた。私今が映画館のポップコーンを買って帰るのハマってるって言ってました。確かにポップコーン美味しいよな、映画館の。
映画館のポップコーンほんまに美味しい。でしかもテーマパークのポップコーンも美味しい。はい、とかあれね、日にちなんてたね。そろそろじゃあ終わろうかな。いろいろねやることがあるので鬼滅ライダー30分らしくて、え、バグってる。鬼滅30分はバグってるって。アミだってこの前鬼滅着いた時6時間待ちとかやったで。逆にバグってるけどね。それやばかった。だってさ、それならんならさ、もうさほぼ無駄にするわけよ。なんか朝9時に入ったとしても6時間待ちやったら10、11、12、1、2、3、もう3時とかになるから乗れんの。やばくない？なんか360分待ちとかやってマジ映画3本見れるって。5時間待ってる間何する？5時間待ってる間にあれや、もう無限列車3本見よう。3回見よう。無限列車3リピ。そう、だからめっちゃ多い時はなん、もう数時間とか待つ。でもさ、ハリドリッドとかも結構人気よね。でもさ、アミと行ってめっちゃ空いてる時に初めてフラダに乗ってめちゃくちゃハマったっていうあと映画に映画見るの初めてね。結構そのまあ、そもそもスペースファンタジーが人気やし、あやみが、そう、あやみがゆい、あれやな、その進撃とコラボしてる時にスペースファンタジー乗って、その時はママと映画見てた一緒にそう、それであやみはなんかスペースファンタジーは私は VR のやつは乗れるんやっていうことに分かったから。普通のやつって暗いしキラキラしてるけど回るからさバリ怖いよねっていう。そろそろ終わります。無限列車リピとか、無限、なんか無限多いな。無限列車編、無限列車編、無限列車編、やばいじゃあ、大丈夫、見ます。いきます。13位、ひーちゃんさん、ありがとうございます。12位、こうへいさん、ありがとうございます。11位、さとくんさん、ありがとうございます。10位、あ、なんか空白の名前がない方、ありがとうございます。9位、高松さん、ありがとうございます。8位、たつにんやさん、ありがとうございます。7位、なるさん、ありがとうございます。6位、まつくんさん、ありがとうございます。5位、きびだんごさん、ありがとうございます。4位、けんちゃん、ありがとうございます。3位、黒豚さん、ありがとうございます。2位、よっしーさん、ありがとうございます。そして1位は柳さんでした。ありがとうございます。ちょっと待って、これスクショするわね。そして、明日の配信で書きたいと思います。一緒に明日のこと。はい、ではありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。ではありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。明日は7時にできそう。うん、そう、明日は7時にできそうです。ありがとうございました。また明日も、オンライン話し会も明日もよろしくお願いします。はい、じゃあ、ありがとうございました。バイバーイ。